長岡地震は1961年2月2日3時39分、新潟県長岡市付近を震源として発生した。地震の規模は M5.2。2004年には、ほぼ同じ場所で新潟県中越地震が発生した。震度の基準は当時、長岡地震の信号付近の震度分布。長岡地震調査報告、新時報。 第26巻第3号9より被害は信号付近の2キロメートルから4キロメートルの狭い範囲に集中した。被害は新潟県長岡市に集中した。当時長岡市は積雪が約2メートルあり、家屋の2階が損壊しても1階が雪壁によって支えられ、家屋全体は倒壊に至らなかったという豪雪地域の降雪期における特異な被害状況が見られた。 融雪期には、これら1階に損傷を受けた家屋が、雪壁の支えを失い倒壊に至る被害も、発生した。雪崩による居住家屋被害は報告されていない。長岡市川西地区では、震度5あるいは、震度6と見られるが、被害の中心から品濃川を隔て 1.5km ほど、離れた旧長岡市街では被害を生じていない。この地震は、1900年以降、 日本で死者を生じた地震としては2011年の長野県中部地震とともに規模の小さな部類に属する。新王付近では少なくとも83回の有感余震が発生した。このうち本震発生当日に40回の有感余震が発生した。5月30日に発生した余震が最大の余震と見られているが、具体的なマグニチュードは不明である。 ありがとうございます。